プロデューサーよかった姉さん、歌っていても気が気でなかったんですよ。私なりに頑張ったつもりなんですけど、でも無理かもしれないって思ってたから。お世辞でも嬉しいです。でも私がダメダメなのは自分でもよくわかってますから。
ままじゃいけないって自分でも思っていますけど。途中までは話についていけたんですけど、犬を飼うくだりがどうしても意味がわかりません。苦手を克服すればアイドルとして一皮。わかりました、プロデューサー。私嫌いじゃないですし、アイドルとして成長するためなら。女一匹萩原ユキホ、犬の10頭や20頭はドーンとまとめて面倒見ちゃいます。やっぱり1頭だけでいいですか、プロデューサー。家まで送ってもらえれば大丈夫です。かわいそうな子犬ですから、しっかり面倒見ます。ありがとうございます、プロデューサー。